自由フランス機自由フランスは第二次世界大戦中にドイツによるフランス占領に反対して成立した組織。亡命フランス人による独自の自由フランス軍を率いるとともにフランス内レジスタンスを支援した。1942年7月21日からは戦うフランスと解消されている。1940年のドイツ軍の侵攻による パリ歓落後の6月17日にイギリスのロンドンに亡命した全国防次官シャルルド・ゴール将軍は6月18日にはイギリスの公共放送 BBC を通じて歴史的な演説を行い国内外のフランス人に対独抵抗運動を呼びかけた6月21日にフィリップ・ペタン率いるフランス政府はドイツに休戦を申し入れ フランス南部を統治するビシー政権となった。6月23日、ドコールは自らを代表とし、フランスの正当な政治的権威を持つ組織として、フランス国民委員会を設置。委員会はイギリスにいるフランス人の指揮権、支配権を持つものと宣言した。同日、ウィンストン・チャーチル率いるイギリスは、ビシー政権の承認を拒否するとともに、同委員会設置を指示した。 6月28日にはコミュニケを発表し、ド・ゴールを連合諸国の理念の防衛のために彼に合流するすべての自由なフランス人の主席として承認した。ド・ゴールは政府の独立性を高めるためイギリスからの資金援助はフランスの負債とし、将来返済するものと取り決めた。メルセル・ケビール海戦などでフランス人の間に繁栄感情が高まったこともあり、当初は 在外フランス人の間でも自由フランス支持の動きは鈍かった。7月の時点で自由フランスの指揮下にあった、フランス軍人は7000名に過ぎなかった。さらに、アルジェリア、仏流西アフリカ、マダガスカル、マルティニク、グアドループ、仏流ギアナ、シリア、レバノン等は、ビシー政府影響下、または中立に止まり、ビシー政権の黙人のもと1940年に、 日本軍が進駐した仏領インドシナも同様であった。また連合国を含む諸外国におけるドゴールの知名度は皆無に等しく自由フランスに関する動きはほとんど見られなかった。赤が自由フランスの支持地域自由フランスは BBC や独自の放送局からフランス内地のフランス人に対独レジスタンスを呼びかけ内地フランス軍による重宝 妨害作戦を行った。主な参加組織にはマキなどがある。武装組織である自由フランス軍は、イギリスからの軍事物資の支援を受けて、北、アフリカやシリアなどで、連合軍の作戦に参加した。1940年9月には、最初の軍事作戦として、ダカール沖海戦に参加したが失敗した。10月27日には、コンボのブラザビルで、 海外領土防衛協議会設置を宣言し、海外植民地の結集を図った。フランスの植民地のうち、フェリックス・エブエが総督であった、普通領赤道アフリカとフランス領カメルーン、南太平洋のニューカレドニアとフランス領ポリネシアは、これに応じた。このサイドゴールは、ビシー政府を違憲であると非難し、新しい政府が戦争を指導しなければならないと宣言した。イギリスは、 この協議会を翌1941年1月6日に承認したが、未だ自由フランスを政府として承認してはいなかった。6月8日にはイギリスと自由フランスはエクスポーター作戦を発動してシリアへ侵攻した。このシリアレバノン戦役の結果、フランス移民党治療シリアと大レバノンを占領下に置いた。レバノンは1943年11月8日、 シリアは1944年1月1日に独立を宣言し連合国に加わった。独ソ戦が始まると自由フランスはソビエト連邦に外交攻勢をかけ関係を深めた。9月24日に自由フランスは国民委員会を内閣に相当するものと宣言した。9月26日にはソ連がドゴールを承認し10月16日以降ロンドンにあった。 他の連合国防明政府は次々に国民委員会を承認した。11月26日にはイギリスも連合諸国の権利の支持のために自由、フランスに参加するすべての自由なフランス人の代表として承認した。また、アメリカも自由フランスをレンドリースポーの事実上の対象として武器援助を開始した。チャーチルとドモール。 1944年1月17日しかし、自由フランスの独裁者であったド・ゴールは、尊大な態度で要求を貫いたために、連合国間での評判が悪く、ナポレオンやルイ14世気取りの俗物に例えられた。12月24日に自由フランス海軍は、無断でカナダのセントローレンス湾沖合にあるサンピエール島とミクロン島を占拠し、実効支配下に置いた。 両党を管轄するフランス領西インド総督はアメリカとの間に中立協定を結んでおり激怒したコーデルハル国務長官は退去を要求した。しかし軍事作戦上の都合から1942年4月に自由フランスの支配権は認められた。この事件はド・ゴールに対する連合国の印象をさらに悪化させ4月1日にド・ゴールが自由。 フランス政府の承認を要求する声明を出しても、英米両国は承認しなかった。5月5日には、米が無断で、不釈マダガスカルに上陸作戦を行い、同党の総督に中立化を求める計画を立てた。ドゴールは激しく抗議し、5月14日には、マダガスカルを自由フランスの統治下に置くという決定を引き出した。チャーチルは、ドゴールに腹を立て、 マダガスカルからの自由フランス追放を希望するほどだった。一方でアメリカは5月21日には自由、フランスをフランスの抵抗を代表する機関として承認し、正式なレンドリースの対象とした。また、6月には自由フランスの実行支配地域における行動では国民委員会と協議するという覚書をイギリスに送り、イギリス政府もこれに同意した。 7月21日には自由フランスが戦うフランスと解消され国民委員会を指導組織及び代表機関と位置付けた。チュニジアで越兵するドゴール。1943年6月。1942年6月に米軍はビシー政権の支配下にあるフランス領北アフリカに上陸する計画を立てた。この上陸作戦は自由フランスに通知せず、 ビシー政権軍司令官、フランソワ・ダルラン大将と交渉した上で上陸し、ハンドゴール感情が強いフランス領植民地の支配には、アンリ・ジロー大将を起用することにした。連合国軍が11月8日より上陸を開始すると、ダルランはビシー政権軍を降伏させ、連合国の支持を得た上で、北アフリカにおけるフランス国家元首権陸海軍総司令官に、 就任したと宣言した。ダルランは自由フランスの協力を拒否し、自らの政権を固めようとした。ドコールはダルランをフランス勢力結集の障害であると語り、自由フランスはフランスの政府は一つであるという宣伝活動を行った。12月24日にダルランは暗殺され、ジローが連合軍に任命された北アフリカアルジェにおけるフランス民軍最高司令官として、 北アフリカの指揮権を引き継いだ。このダルラン暗殺には、ド・ゴールの関与があったという噂が当時からあり、ジローもド・ゴール派の容疑者を数名逮捕している。ジローは、あるジェに、海外領土協議会を置き、連合国の間では2つの政府の統合が問題となった。1943年1月15日から23日にかけて、チャーチル首相とフランクリン・ルーズベルト大統領は、 カサブランカ会談に臨んだ。この会談でド・ゴールとジローの政府を統合し、ド・ゴールとジローの二党体制を作る交渉が行われたが、朝廷は不調に終わった。ジローの支持者であったルーズベルトは、ド・ゴールの固くなな態度に、フランスはド・ゴール抜きでも解放されると警告した。チャーチルも彼との関係を断絶すると口走るほどだった。ルーズベルトは後に、ジローは、 愛国的な軍人で全く政治家ではない。ドゴールは軍人で確かに愛国的で国に献身している。しかし彼は政治家で狂信家だ。彼の中にはほとんど独裁者の性質があると両者を評している。しかし自由フランスの宣伝が功を奏し、北アフリカやフランス内地でもドゴール人気が高まりつつあった。5月1日にアルジェで行われたーーでは ド・ゴール支持の声が上げられ、5月7日にフランス内地で設立されたレジスタンス組織全国抵抗評議会はド・ゴールが唯一の指導者であると声明した。このような状況もあって3月頃からは二郎派とド・ゴール派の協議が進み、政府統合についての問題も決着した。6月3日にはド・ゴールと二郎を共同議長とするフランス国民解放委員会が結成された。 この委員会はフランスの中央政権を称し全フランス軍の指揮権を持つと宣言した。これを受けてイタリア上陸作戦を計画していた連合国軍は北アフリカのフランス軍に対する連合国軍地中海作戦戦域司令部の指揮権を確認した。ドゴールはフランス軍は委員会の指揮下にあると回答し、 ジローにも連合国と委員会の二者択一を迫り委員会を選ばせた。その頃アルジェではドゴール派とジロー派による宣伝合戦が起こっており、ジローは自らの暗殺を懸念していた。8月1日、自由フランス軍は北アフリカの旧ビシー軍と合流し、フランス解放軍が結成された。8月23日に委員会は交戦団体として米ソによって承認された。 9月17日には、フランス大独抵抗派の統一のための臨時諮問議会が設立された。11月9日には、ド・ゴールとの権力闘争に敗れたジローが失脚し、ド・ゴールが唯一の代表となった。ルーズベルト大統領は、ド・ゴールの勢力拡大に落胆し、テヘラン会談でもド・ゴールが嫌いだと、ソ連側に明言するほどだった。しかし、戦後体制における、 米ソノに挙党体制を牽制する必要があると考えたイギリスによりフランスは大国の一つとして再建されることが定められた。またソ連側の要請で1944年にはフランスに上陸して第二戦線を築くことが合意された。シェルブールにある市役所のバルコニーから演説するドゴール。1944年8月20日1944年の段階で アルゼンチンやウルグアイなどからの亡命者を中心とした義勇軍も参加し、自由フランス軍の兵力は40万人に達した。また、ポーランド亡命政府に資金を返還するなど、他の亡命政権の援助を表明し、政府としての規制事実作りを開始した。4月9日にはジローがフランス軍総司令官から解任され、アメリカは委員会を フランス政府としては承認しないことを確認した。5月26日には国民解放委員会をド・ゴールが主席となるフランス共和国臨時政府に改組する布告を発表しイギリスに承認を迫った。チャーチルはド・ゴールの強引な姿勢に不快感を抱きアメリカとフランスのどちらかを選ばなければならない場合にはアメリカを選ぶと叫んだ。ただし外相アンソニー・イーデンはド・ゴールに 好意的であり、ド・ゴールの地位を承認するよう閣議に働きかけており、イギリス全体の基本政策としては、ド・ゴールを支持していた。6月2日に、臨時政府が正式に発足したが、正式な承認を行う国はなかった。6月からは、ノルマンディ上陸作戦が開始される予定であったが、連合国首脳は、その際にド・ゴールに呼びかけさせて、フランス内地への工作を行おうとした。 6月5日、チャーチルとアイゼンハワー、そしてド・ゴールの間で会談が行われたが、ド・ゴールは臨時政府の承認を必要に要求した。6月6日の上陸作戦開始に合わせて行われた BBC による連合国首脳の放送では、各国の元首に続いてアイゼンハワー、その次にド・ゴールの演説が行われた。この放送でフランス人に対して、 フランス政府及びその指導者のみに従うよう求め、連合国などという言葉は一切発しなかった。この上陸作戦にはフィリップ・ルクレール将軍指揮下の自由フランス大に機構次第が参加している。シャンゼリーゼ通りをパレードするルクレール師団。1944年8月26日フランスに共闘法を築いた連合国軍首脳はドイツ軍の強力な抵抗が見込まれるとして、 パリの解放を急がず一部部隊による包囲に止める方針を取ることにした。当時パリではディートリヒフォン・コルティッツ将軍率いるパリ防衛ドイツ軍とレジスタンス組織内地フランス軍が睨み合っており、スウェーデン講師の仲介で急戦状態にあった。8月20日にフランス本土に上陸したド・ゴールはパリ解放優勢を強行に主張し、 連合軍が向かわない場合は指揮下の自由フランス軍を離脱させてパリに向かわせるとアイゼンハワーに告げた。さらに8月21日にはルクレール将軍に連絡し第2機構士団をパリに向かわせるよう命令した。しかし翌8月22日連合国軍に内地フランス軍からパリのドイツ軍が退却したが8月23日に 休戦期限が切れて攻撃を開始する。という連絡が入った。アイゼンハワーは方針を転換し、第一軍第五軍団を向かわせることにした。しかし内地フランス軍の連絡は、ドコール側近の工作であり、事実ではなかった。第五軍団司令官、レオナルド・ジロー少将は、パリ入場は、ルクレールの第二機構師団に与えるよう命令した。第二機構軍団は、 ドイツ軍の抵抗とフランス人の激しい歓迎によって大幅に遅れたが8月24日午後11時55分に偵察隊をパリに入場させた。翌25日にコロティッツは降伏文書に署名したがその相手となるルクレールの肩書きはフランス共和国臨時政府パリ軍政司令官であった。これは第二次世界大戦におけるドイツ軍の降伏文書で相手が 連合国軍ではない唯一のものであった。同日の遊国、ドゴールもパリに入場した。8月31日に臨時政府も正式にパリに移り、明日ともにフランス政府としての活動を行うこととなった。10月23日、連合国は正式なフランス政府として臨時政府を承認した。自由フランスのシンボルはロレーヌ十字で、 旗や表彰に使用されただけでなく、ペンダントや指輪にデザインされ秘密の会合の際の目印として使われもした。戦後のフランスを指導したド・ゴールの死後、その墓標には全長40メートルを超える巨大なロレーヌ十字が建てられている。フランス亡命政府にして、正当政府という自意識からラ・マルエー,エーズが引き続き歌われたが、他に、 パルチザンの歌も国家に順ずる扱いを受けた。ドゴールは会談要請にもなかなか応じず、1月22日になってようやくカソブランカに到着した。ありがとうございます。